10万。はい、どうも。こんにちは、大輔です。令和5年9月の給与明細ですね。もうこれ全部見せちゃってますけど。要勤務日数22日、出勤日数19日、出勤時間94時間、欠勤日数がないですね。休日出勤もなしで、有給消化が3、3日間ですね。これインフルですね。インフルエンザだったんで、有給取りました。で、まあ、ここら辺があれで、あ、遅刻早退が2回ありますね。で、基本給が10万9000円。で、時間が手当て2万3500円で、非課税通勤とか出て、まあ、総支給額は13万5920円。で、健康保険とか住民税がこうやって引かれて、厚生年金こんぐらい引かれて、差し引き支給額は10万1659円です。もう一回行きましょうか。差し引き支給額10万1659円ということでした。いやー、少ない。まあこれも毎回ね、少ないの分かってるんで、有給も取りましたし、遅刻とかもしてるんでね、少ないですね。22日間出て、うん、あ、実際出たのは19日間ですか。有給使って3日増えてるんですね。はい。もうこれ夜勤はこれから、こっから増えません。うん。もうどう頑張ってもね、まあ、正社員になる以外増やす方法はないんで、他で頑張りたいと思います。はい。ということで、ちょっと今日はお話がもう一つありまして、この間のですね、配信でのことなんですけど、オフ会をね、10月5日、プチオフ会って言うんですけど、やる予定なんですけど、これ時間はちょっと気にしないでください。はい。これ場所がね、決まったんですよね。10月5日、木曜、午後ですね。午後、多分、1時から2時かな。これ確定じゃないですけど、また動画出すんで。これ井の頭公園。はい。ここでプチオフ会やります。うん。で、午後。3時か4時。新宿ですね。新宿のね、柏なんちゃら、ん？なんだっけな。ちょっと忘れちゃいましたね。これ、柏っていう字がついた公園があるんですよ。うん、新宿駅の近くにね。これまた、後日やりますからね。動画出しますんでね。必ず。プチオフ会のお知らせっつって。で、午後、5時から6時、上野公園。はい。こんな感じでね、プチオフ会を開きたいと思いますんで、配信でもね、これ、お知らせしたんですけど、皆さんがなんか私にね、プレゼントというか、お土産を持ってくるっていうのは、どのぐらいの人数来るのかわからないですし、たとえね、2人とか3人とかでも、ものすごいでかい荷物だと、ちょっと、持って帰るのがきついんですって、お断りしたんですけど、いや、もうせっかくなんでもらえます。はい。ただし、生物とか、手作りのやつは、もうすぐ食べないといけないですし、何があるかわかんないので、禁止とさせていただきます。はい。だからなんか、食べ物だったらどっかで買ったもので、賞味期限長いやつがいいです。申し訳ないですけど、はい。そこら辺は指定させていただきます。はい。禁止事項は2つのみですね。そのお土産系で。うん。生物、手作り系はすぐ食べないとダメですし、何があるかわからない。だから、相手が意図して、ね、もしかしたら腐っちゃって、それに気づかずあげちゃったら、ね、あげた方も
ショックでしょうし、はい。あと何より、視聴者さん以外が、ポッと来て、変なもん、変な食べ物を渡してくる可能性もあるんで、生もん禁止ということで。はい。視聴者さん自体は信じてますけど、うん。でもやっぱりそれはね、すぐ食べなきゃいけないっていう脅迫観念も出ますし、失礼な話ですけど。はい。そんな感じでね、もらえるもんはもらえますわ。その方向で来ます。どんだけ荷物、大きくなっても。うん。そんな、常識の範囲外のね、ものすごいでかい荷物持ってくる人なんていないと思うんで。ええ。まあ、こんぐらいのさ、だから、小袋、一袋ぐらい、多くてもね、そんぐらいので、はい。こんなこと言うと、なんか持ってこいって催促してる感じですけど、基本持ってこなくて大丈夫なんで、本当に。はい。で、私からお渡しするのは、今度動画化した時にお見せしますけど、名刺と、はい。あとね、こっちもね、なんかね、まあ、これは個数限定ですけど、うん。まあ、多分来ても10人も来ないと思うんですけど、まあ、10個ぐらいなんか、10個セットのなんかね、岡山名物のなんか、せんべいみたいなあったら、それをま、箱開けて、1個ずつどうぞみたいな感じでやろうかなと思います。はい。もしかしたらないかもしれないです。名刺はもうあります。名刺は必ずお渡ししたいです。はい。そんな感じでね、確定したらというかもう確定させるんで、場所とか時刻。で、あと10月8日ですね。うん。これちょっともう書けないな。10月8日はね、もうね、場所も、日時も決まってんですよね。日曜日なんですけど、午後、うん。これ午後何時からってまた、微妙に忘れちゃいますが、午後4時頃から、7時頃だったかな。多分。こんぐらいで場所取ってます。新宿のね、某所。新宿の、某ビルですね。某ビルのね、8階かな ?80 なんたらってなってたんで、8階の、はい。一室を取ってますんで。そういうオフ会とかに使える、そういうスペースですね。うん。フリースペースって言うんですか?土足で上がります。はい。気軽に来てください。どういう扉になってるのか分かんないですけど、まあ、また案内しますわ。はい。ちゃんとしたとこなんで。で、テレビ、モニターもあって、椅子もあるんで、そこでね、もしね、スイッチとかでね、対戦できたら面白いですよね。うん。そんな時間あるかどうか分かんないですけど、私は少なくとも人が来ない時間帯の方が多いと思ってるんで、3時間もあったら。うん。その間、スイッチでなんか、スイカのゲームでもやってますよ。フリー Wi-Fi もあるんでね。はい。来ていただければ、パスワード、多分、うん、そこで書いてあると思うんですよね。まあ、細かいことまた、はい。動画にします。明日、日曜日に動画、遅くとも、明後日月曜日には動画にしますんで、はい、結構ギリギリになっちゃいましたけど、うん。うん。ぜひね、気軽に参加してくださいね。はい。こっちは結構がっつり会って話したりできると思います。公演はね、ちょっと迷惑にならないようにね、軽く会ってって感じですかね。あと、まあ、細かいルールはまた動画にしますんで、はい。興味ある方は、プチオフ会の動画、明日か明後日出すんで、それ見てください。それでは、はい。よろしくお願いします。